皆さんこんにちはレック専任講師の滝と申します、えー、これからですね2021年、えー、滝道場一般常識200項目徹底演習講座の、えー、ご案内をさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、まあ皆さんですね今お手元にですね、えー、まあ直前のね、えー、講座のパンフレットがある方はですね、えー、ちょっとこのページを開けていただきたいと思います、えー、41、ねえー、ページですね ここにまあこのねこれ実はあの昨年度からね始めたものでありましてえまあ今年もね基本まあ昨年度非常に好評でありましたのでえそのね路線は基本踏襲するとですからまあ昨年のものを踏まえたまあリメイク版という形でですねえ行うとこういうことになります。じゃあ 何をやるののかというのでちょっと見ていただきたいんですけれども、えー、まあ道場の内容ということでですねこれね事前にねえ選択式形式の問題演習というので、えー、各回50の空欄というんでねそれぞれこれですね、えー、まあ下の方のスケジュールというところにね見れば分かるんですけれども、えー、法令編と統計白書編がそれぞれ2回ずつありますからね。 ですからまあ空欄でいけばね50かける4で200項目になるということをね言ってるわけなんですよね。ですからまあレジュメの方もね問題と解説にそれぞれ分かれてて問題はねまあこんな感じですよねこういう感じの問題ね集をね実際皆さんがね自宅でこれはやっていただくということをね想定しているわけであります。 はいえー、それで実際こうね、えー、各回ですね、えー、2時間、ねえー、の法,法令編それとね、えー、それぞれ、えー、白書統計編が、ねえー、講義4回なんですけどそれぞれまあ2時間ですよね。でその趣旨は、ねえー、これはですね詳細な、ねえー、この問題演習のまあね別にねその2時間かける4コマで詳細な解説講義。 でこれはただ単にねその問題の解説だけじゃないんですね、えー、必ず関連論点と言いますかね、えー、ですからあのレジュメの作りもですね、えー、まあ、ちょっとね昨年のね、えー、まあ、えー、もので、えー、お見せしますとですねこんな感じなんですよね、えー、まあ、解説なんで問題のまず答えがここにうね、えー、載っているわけでありますで最初にその問題の直接的なですね、えー、まあ、解説が でその後がですねまあいわば関連論点ですよね直接その問題やは問われてないんだけれども関連事項の解説という形になりますのでねこの詳細講義においてはただ単にね、えー、皆さんに事前に解いていただいた問題の解説だけではないとうそれをねちょっとね、えー、押さえておいていただきたいと思うんですね。でこのような詳細なね問題やってかつ詳細な解説講義これによってですねやはりまあ ね、えー、基本的な知識のね、えーまあ、定着を図っていくというのがですね、えー、この講座のね、えー、内容になります。で、まあ、次にね、ちょっと狙いというところを見ていただきたいんですけれども、で、えー、これはですね、ある程度も範囲はね、絞り込んでます。重要法令とあって、えー、まあ、具体的にね、まあ、労働契約法とかね、社会保険労務士法なんか書いてありますけれども、えー、この範囲についてはですね、えー、基本ですね、実はこの。 ねえー、パンフレットにも載っておるんですけれどもこの「一般常識徹底解説講座」というのをですねこれ道場とは、ね、もちろん別のものなんですけれども、えー、私が担当しておりましてでこれで取り上げる、ね、法令、えー、ここにね、えー、書いてありますよね。労働,、ね、労働者権、ね、労働契約法だとかね,、えー、これねパート有期労働法だとかね、えー、ここに書いてある 法令が基本ですね。この演習講座で取り上げる法令だということになります。ですからあの必ずもね、モダ的にね、浅く広く網羅的にやるものではないと、ある程度重要なものにね、絞ってね、進めていくんだということはですね、えー、ご理解いただきたいと思うんですよね。はい。であとはね、統計白書編の編はね。 えまあ労働力者調査等々のね重要統計とあと最新の白書でねこれちょっと注釈加えますとあの厚生労働白書はですね令和2年版というのがね昨年最新版が出たんですけれども労働経済白書はですね令和2年版は先送り休館になってんですよ。なんで今年はね労働経済白書に関してはまあ前年のね白書ですねねそれをですねあのやははり素材としてはね。 用いいるとうで更にですね社会保障制度のね歴史と現状、まあ、この辺りもね社会保険一般常識対策とは結構重要なんでねこれもテーマとして、ね、取り上げるということになりましてで、まあ、これはですね実際はですねこういうですね主に 黙っちゃいいられないね、えー、レックの、まあ、すでにね、いわゆる高数生の方はね、えー、ご存じだと思いますけれどもまあ、教材くとね、えー、これでですすね、ね。ここいつです、ねえー、この「黙っちゃいられない一般常識」の講座で取り上げている統計等ですよねこれが基本的には素材となるということなんでねまとめてみるとね一般常識徹底解説講座と「黙っちゃいらない一般常識」これをベースにしたアウトプット。 をやっていただいて解説を聞くと、そういうね、えー、イメージになるんですね。用、え、紙、ー、とかね、まあここにもね、えー、書いてありますけどね。で、えー、次にね、こんな人におすすめというところでですね、まあなんだかんだ言ってもね、一般常識苦手だという人非常に多いんですよ。でね、意外にあの初学者の人はね、まだ一般常識の難しさがわからないんで、そうでもないんですけどね。ある程度ね、力がある人になればなるほどね、一般常識だけはなんとかしてほしいと。 そういうね一般常識を思い苦手な方を念頭にですねよりね本格的に腰を据えてですね勉強していただいて苦手意識を克服するということでね特にやはりですね選択式のね基準点のクリアにね、少しでもね役に立てばという形でですね問題の方はね作っていきたいと思います。 で幸いですねあの初年度であった昨年はですね、えー、まあ一番まあズバリ当たったのがですね、えー、まあこちらですよね社会保障制度の現状ということでねズバズバ120億兆円とかですね,ね,このね年金医療福祉とか順番してればねあの問題はねできますでねもうこれだけで社会保険一般常識はね、えーまあえー、クリアできたなんていうことでねやはりね、えー、まあ どれだけ当たるかわかりませんけどね。多少は当たりますね。あの一般常識なんてそんなもんですよ。ね全体の範囲が広いんでね。ズバズバいっぱい当たったらね、えー、これはまたなんかねそれこそ不自然であると, <laughs> ということになります。でもあの当たらなくてもいいんですよ。当たらなくても、えー、自力がつけばね、ある程度感覚でですね、あの正答をね、えー、導く出すことはできますんで。ですからあまりにもね、こうズバリズバリ当てよう当てようと必要以上にね。 考えない方がねあのいいと思うんですよね。とにかく自力をつけるということにね、えー、尽きると思います。はい。えー、それではですね、えー、次にスケジュールですね日程ですねでまああくまでもまあこれ直前期ということなんですけどまあそんなに遅くないんですね。でもう事前にですねこれは通学をねで受けたいという方も含めてですね事前に教材はね行きますんで連休明けです。五月の十日 まあ4月に入ってからね、えー、まあ3月中ぐらいにほぼほぼ準備をしてね4月に入ってから収録して、えー、まあ連休明けにはね、えー、皆さんのお手元にテキストとかがね、えー、届くということになります。あとですね、えー、まあ通学でね、えー、講義を受けるでこれはあの解説の部分だけです、ね、問題演習は自宅学習ということですよ。えー、そういうね、えー、通学で、ね、講義を受けたいというニーズもあると思いますので。 えまあ、いわゆる生講義はね私があそこに行って講義するっていうのは池袋に行きます池袋本校でですね、えー、まあ2日に分けてね法令編統計白書編をそれぞれ一日結構ハードなスケジュールなんですけどねで法令編の方は5月22日の土曜日でね1コマ目が、ね、16時から18時で30分休んでいただいて2コマ目がね18時半から20時30分っていう形でね え二時間二時間のね講義を受けていただきます。で次はですね統計学書演ですけどねえこれはまあ三週間ぐらいねあねえ五になりますね。こちら時間はね同じですね十六時から十八時が第一回目でその続くね第二回目が十八時半からね二十時半とこんな風にねなっております。でこれはですね大阪の梅田駅前とですねあとまあ神戸ですね。 こちらに関しては同時中継があるのとあとまあね今流行りのですねズーム配信の方もですね予定されておりますんでね、えー、まあこういったね学校に直接行けない、ね、エリアの方もですねズーム配信でねこの日時に受講するということも可能になります。はいそれであの通信のものはね事前に収録したもので,で、まあ、基本内容はね、えー、同じなんですけどね、えー、まあ、えー そういう形でですねあのいろんなね媒体でこれはね、えー、受けることがね、えー、可能であるとですからあのズーム配信のね行くやつはこの通学のやつがね、えー、行くわけなんで、えー、このね、えー、通信でやったものとは若干ね基本同じなんですけどね100%まるまるね、えー、一時一個同じことをねもちろんしゃべるわけではないと、えー、いうことになります。 それで、まあ、最後にね、えーまあ、まとめということでお話したいと思うんですけれどもあの一般常識に関してですね何かとにかくですねあの統計とか特にね、えー、覚えなきゃいけないとかですねそういう意識ですねこれはちょっとねやはり一般常識もそれなりにですね、えー、まあ何て言いますかね体系性とか関連性とかね、えー、いろいろあるわけでありますからやっぱり一個一個ですね 統計にしたってその統計の趣旨意味ですよね。その辺を踏まえてね、できる限り頭を使って、まあ最終的には覚えるんですけどね、頭を使って日頃から学習すると、でこの講座を受けることによってその辺のまあいわばコツをね、皆さんにはぜひね掴んでいただきたいということなんですね。よろしいでしょうか。それではですね、ぜひですねこのね一般常識200項目徹底演習講座 を受講されてですね一般常識をね克服してね第53回試験にね皆さん合格していただければと思いますそれではですねこれをもちましてですね本日の滝道場のご案内の方はですね終わらせていただきますお疲れ様でした